弊社トライトエックはですね、2005年に、創業いたしまして、ちょうど10周年を迎えたところです。製鉄所で、鉄を生産するときに高炉に穴を開けて、そこから溶けた鉄を取り出すんですけれども、その高炉に穴を開けるドリルの製造で、起業しました。今までのそのドリルっていうのはやっぱり溶けた鉄のに穴を開けるものですから、1500度ぐらい の温度の環境で掘ってたんですが、それがやっぱりどうしても先端が外れやすいというのが問題になってたものですから、それは調光チップを、高温でも取れないように、外れないようにして、製品化して、それを特許取得をして、それが高評価を得て現在に至っております。弊社他にもですね、PC バーナーっていう回転機能付き PC バーナーという製品をですね開発したんですが、この回転調節機能付き PC バーナーはですね、国内特許を、同社のみで取得してですね、今だいたい国内シェア 20% 以上で、あとは随時伸びていく予定です。で、これさらに今後ですね、国内の横展開もさることながら、海外にも展開する視野で今いろいろと活動しております。で、またこの製品はですね、この製品各方面で高く評価いただきまして、九州地方発明表彰、中小企業長官賞、奨励賞、あと第11回の大分県ビジネスプラングランプリ最優秀賞、あと第12回の大分ビジネスオブザイヤー、この賞をいただいております。弊社ですね、以前は知財を管理する部署っていうのは全くなかったんですけれども、2013年に、今の製品開発部長の、技術開発部長の森っていう人物がですね、弊社に入社してきて、彼非常にその辺の能力ものすごかったもんですから、体制を整えて、現在に至ってます。弊社はですね、企業理念を不可能を可能にする会社としてですね、開発製品は知的財産権で守って、で参入障壁を築いています。で、逆にですね、中小企業にとっての特許を取得していることは、顧客の信用度を増すために技術力の開発を高くアピールするということで、攻めの材料としても使っている。つまり知的財産権を攻めと守りに活用しています。知財課の設置後ですね、知財の対する知識を深めるためですね、特許庁が開いています初心者向け制度の説明会っていうのをまずそれに行きまして、でその後で自分で勉強して、その後ですね、実務者向け制度説明会っていうのに参加しまして、知財の知識を深めていきました。さらにですね、大分県の知財総合支援窓口をフルに活用しています。そしてですね、特許庁の J プラットパッド、これもですね、特許知財のデータベースなんですけど、これ無料で使えますので、これもぜひとも皆さんにも使っていただきたいものと思っています。で、この辺社内もですね、弁理士を招いたりして社内勉強会等も開きまして、社内で知財の意識づけをしております。最近はですね、県庁の方から講演依頼なども来まして、教わる側から今度は教える側に変わっています。で、自社技術を知財を生かして、PR 戦略の一環にもなっております。知財とか特許というのはですね、やっぱり敷居が高いように思う方もたくさんおられると思うんですけども、全然そんなことなくて、うちの特許も詳細をご覧になられたら分かると思うんですけど、本当にもうちょっとしたことなんですよ。もうちょっとしたことが本当に特許につながり、製品につながって、またお客さんの評価もどんどんいただくようにありますので、あれと思った、これはと思ったのは、すぐに知財窓口なんかにですね相談に行って、でやっぱり全てが知財に通じると思いますので、その辺でどん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 窓口に相談行って、うちもそうでしたので、そうやって特許をこう何て言うか身近に感じるようになっていただければ
また少しずつこう変わってくるんじゃないかなと思います、ね。